来た。一斉にして湧いてきたね。おお、ゾンビがゾンビに乗って、えらいことに。また音がうるさい、やかましい。いいね、楽で。ほら。ほら。ゾンビがゾンビの上に乗る仕様なんだね。こっちにもいるよ。ほら。これ落ちちゃいそうだから私。次柵つけよ、ちゃんと。下から見てみようか、今度は。やかましいな、しかし、ちょっとたま。オーディオを、やっぱりもうこれ、相当下げていいんじゃないかな。これでどうだ。あんま変わんないんだよね、下げても。ここから、よいしょ。おや。おや、俺はここだぞ。なんだお前、どこをうろうろしてるんだお前。そこは空中だぞ。あ、ワンちゃんも来るんだね。よいしょ。はい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 。この銃は構えっぱなしになっちゃうんだね、一回押すと。そういう設定になってるだけかな。やっぱり予想した通りね、ヘッドショットが狙いづらいんですよね、この下の石があると。クローラーちゃんがね。来た、結構まだ来るね。ほら倒した。トラップの上で走り回ってる。やめなさい、騒ぐの。ほらまだ生きてんのかお前。ちょっとゆっくりになってる、ゆっくりになってる。ユーシティスタに余って。俺はいいよ。おい、こっちだよ。俺はこっちだぞ。あ、こいつが騒いでる。あれがスクリーマーってやつですね。あいつをさっさと倒さないと。こいつがスクリーマーなの。これはスパイダーか、ただの。さあ、完全に終わったみたいですけど、やっぱりこの形のダメなところっていうのは、アイテムが回収できないことですね。それが一番問題みたいだね。私この隙間からなんとか回収できるのかなと思ったら、そう甘くはなかったみたいですね。ちょっとこれアイテム拾いに行って大丈夫かな今。よいしょ。ちょっと一応すぐこれ上げっぱなしいいかな。大丈夫。この人もうダメ。あー、いた、いた。どっから来たお前、どっから来たんだよお前はよ。止めろ。びっくりした、音もなく来たからびっくりしちゃったよ。さあ、まだ夜なのでゾンビは見つけたら走ってきちゃうんですよね。だから、一応ショットガンを持ってるものの気をつけなければなりません。うわ、ひどいなちょっと。あとは何が必要なんだろう。スモールエンジンとバッテリーも多分いると思うんだよね。これちょっと出して組んでみようか。あとハンドルが必要なのかな多分。あった、ハンドルバー、ミニバイクハンドル。あ、それも必要なんだ。あ、これは持ってるってことだよね。作り方覚えてるのね。ハンドルバーっていうのを作らなきゃいけない。ダクトテープ、レザーショット、ダクトテープ。さあ、朝になりましたということで、ほったらかしにしてた、救援物資を取りに行きたいと思います。夜通しカンカン下でマイニングをやっててですね、だいぶ手に入ったんですけれども、そうね、銃のレベルは上げて、これもう500超えれば紫色になるってことなのかな。そしたらもうどんどんガンパウダーを作り続けちゃえばいいってことだと思うんだけど、なかなかもうレベルが上がんないですね。で、あともう一つは、このスキルがね、何にしようかなというところなんですが、ショットガンにも振り分けたいところです。これね、ブームスティックって、これをね、
なるべく上げられるように次20レベルに今35あるんですよね。でもショットガン使い続ければ多分レベル上がってくるんで、それはいいとして、次はスカベンジャーかな。これは、次60か、すごいね。スカベンジャーレベルが全然上がんないんだよねこれ。あーたたたたたたた、これは何が入ってるかな。お、いいね。で、これを、あら、何があったの一体。拾った俺全部、なんか空中分解したんだけど、何を拾ったんだろう。あー、また メディカルキット系か。お、紫色のゴーグル。あと、おー、でもこのフットボールヘルメットもちょっと欲しいところではな。ショットガンパーツ紫色なんかついてるね。ワンブーツか。スカベンジャーを上げたらすごい紫色出るようになりましたね。やっぱりそれにさっさと振ってしまうのがいいのか。ちょっともったいない気もしたんですけれども、さっきもういいや、スキルポイントもう使っちゃおうってことでスカベンジャーに一気に入れたんですよ、60まで。で次クオリティ上最後に60入れて33でと思ったんですけど、紫色は急に出始めましたね。さあ自宅付近まで戻ってまいりましたが、ちょっとこれ以上壊されるとやばいので、ちょっと崩落の危険もあるんでね、ちょっと一応直しておきますか。ここ入れるようにしといて。でも入んないのかここ。さあさっき拾った紫色のゴーグルをつけてみましょうか。ゴーグル、これゴーグルはどういう意味があるんだろう。リペア、フォージドアイアン使うんだね、すごい。ファイヤー、あー結構すごいね。フーム、ヘルメットもね、なんかいいのが、よりいいのが手に入ったんですよね。うん、これプラス1だからリペア、に直すのはフォージドアイアンね、オッケー。これも緑色で直しておきましょう。あー一気に下がるね、がっつり下がったね緑からしょうがないか。さて、ミニバイクの設計図が手に入ってですね、いろいろ集めた結果、このね、これは作ったやつですね。なんでか知らないけど、もう紫色になりましたね。なんでだろう、わからない。一発目で、これもハンドルも紫色になりましたね、作った。カーバッテリーとエンジンは青色なんですけど、あとみんな紫色で、すごい高性能なバイクができるかな。どうでしょう、あとね、ミニバイクのハンドルバーを作って、多分これで終わりなんじゃないかな。うわ、紫色。だよし。ってことでですね、これどうやって組み立てればいいんだ。これなんか地面に置くとか言ってたけど、置いてみて、ミニバイク、ああこうやってやるのね。でまずエンジン、あシートがねえじゃんちょっと待って。エンジン、ハンドルバー、タイヤ、ショッピングバスケット、バッテリー、シートってどこだ。シートあった。ミニバイクシート、ダクトテープ、レザー、コットン、アイアンパイプね。オッケー、じゃあコットン集めればできますね。コットンなんて咲いてる、この辺。さあコットン集めるって言いましたけど、ちょっとこの墓の中見てみたいんだよね。ちょっとこれもしかしてこっちの方が硬い、あこっちの方が柔らかい。よし、なんか生きてるゾンビいる、まさか。ここの中、あの棺の中が見てみたいんだよね。なんか貴重なものが入ってるじゃん、よく外れ。ここにセーフがある。おお、これは見た、見てないね。いいね、レッグアーマーだって。ぜひ作りましょう。これはいいや、別にスクラップで。はい、それでこの中に大したことねえな、大したことなかったですね。お墓の中にはいいものが入ってると思ったんだが、ここにも墓があるよ。どうする、墓がどうたらっていうよりもさ、セーフに入ってるか入ってないかだよね金庫の中に何が入ってるかだよ。いらねえおお、ちょっと待って、ハンティングライフルは読んでないよね。
いいやつ持ってんじゃん。ハンティングライフル作れるかもしれないですね。じゃあこれも、しまっておきましょう。で次はこれ。よし。さあ何が入ってる？これはなんだこれ？ショットガン。ショットガンストックの黄色だからね。緑色以上が出てくれると助かるんだけど、ハンティングライフルのレシピ、これを拾っておきましょうか。はいはいはい。さあ、取ってまいりました。必要なのはダクトテープ、レザー、コットン、ショートアイアンパイプということで、これで作れるようになったということで乗れるのかな。一応ガソリンも必要だよね多分ね。ガソリンはどれぐらい、1000缶1個持っていけば大丈夫。ちょっとルーティングしてたらね、カーバッテリーが1個見つかったので、どっちがいいだろう。カーバッテリーはそっちも青だったよね。いい方積みたいので、あ、494か。うん、そうね。じゃあいいや、そのままで。リペアキット、あ、ミニバイクにもそれじゃんだ。一応直せるようにミニバイクにも3つぐらい乗せときましょう。で、これでしょ。で、このミッシングロックってのは何、これわかんないけど。で、あとガソリンを乗せといて、ここに入れられておく、置けるっていうのはいいですね。水とか。さて、じゃあちょっと夜ですけど、怖いよ、見つからないように行かないと。さーっと行ってね、向こうの拠点まで地下でつなげたいぐらいですけどね。ね、よしよしよし。あそこの地下も何も扉も何も設置してないので、ゾンビ入りたい方だよね。これ落ちて入ってたらやばいよ。大丈夫大丈夫。F でつけて、夜はねこちらの方で、ホリホリ作業でレベルを上げてるんですけれども、あ、さっきそういえばここを削ってたんだ。そういえばどうだ、ここにね鉱脈があって、どれぐらい掘っていいのかがピンとこないんで怖いですね。ちょっとね、いつ崩落するかっていう5×5 以上はなるべく掘らないようにしてるんですけど、それでも崩落するかもしれない、ね、よし。いやーでもこれ早いね本当に。鉄の斧に変えたら、あ、鉄のフォージドスチールに変えた途端にすごい勢いで掘れるから、ちょっとやばいなこれ多分。ちょっとここにこうやって支えのあれを入れて、支えてんのか分かんないけどさて、夜中採掘してました。ちょっとここ綺麗にしてね、もうちょっと上屋根つけて、ここチェストルームかなんかにしようかなと思ってるんですけど、いちいち上に置きに行くのがめんどくさくてね、もうずーっと掘ってずーっと掘ってました結構まあマイクラで慣れてるんでこういうのは大好きですけども、ここもちょっと変えておきたいかなと思います。壁はちょっとね変えられなさそうなので、なんかウッドパネルかなんかつけて木目調にするぐらいしかできないですね。でここもちょっと充実させていかないとまずいですの。ちゅうことでですね、あちらの町に向かってルーティングをしていこうかなと思ってるんですが、ガソリンを持ってった方がいいかな。ガソリンと鉄もだいぶ溜まりましたね。 OK、 じゃあ鉄500ぐらいは持っとこう。なんかあったらやだしね。はいはい、じゃあバイク乗って出陣です。さあ、それでは行きましょう。なんだこれ、どうした、一体何が起きてるんだ。お前走ってんのか、人力かこれ人力じゃねえのこれ。これバグ、初めて作ったからわかんない、なるのかならないのか知らないけども、すごい猛烈に走ってるね、エコロジーということで、隣町まで行き急ぎたいと思います。さあ、ゲーム内で2時間はかかったであろうやつが10分15分ぐらいつきましたね、ゲーム内時間でねさあ、ということでですね、どうしようか。あのマップを開けたいんですよね一回ね。どれぐらいの規模なのか、ぐるーっと外周走ってみましょうか。何屋さん、なんか本屋さんかなんかあったらどんどん開けていきたいなと思うんですけど、民家にも結構たまに本棚があるんで無視するわけにもいかないですよね。これは何屋、これこの間ショットガンメサイア見たんだっけこの間。ポッペンピルズ、一つ一つやっていくしかないねこれはね。
そんなにでっかい町ではないものの、まあ調べるとこはいっぱいあると感じですね。 OKOK。 じゃあ一周してきたんで、特にないね、あんまりいいところは。じゃあこのところから見ていくことにします。本棚とかがあったら止めますね。よし、お、本棚だ。早速あったぞ。どれ、おおなんて当たりだよねのこれ。チェーンソーだって。おお、なんかますます文明の利器が手に入りますね。はい、オッケー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 。はい、1個終わり。どっかにチェスト置きたいね。すぐいっぱいになっちゃうから。さ、道のど真ん中にチェストを置いてし、か、さっきね、これ拾ったんですよね。That will do peak challenge。さあ、荷物の整理終わりました。で、マップに、今いる私のところを、ここに設置しましたよってことを書いておかないと、私は絶対忘れてしまうので、キャンプポイントとして、ダンピングチェスト、DC1 って入れとこうか。はい。OK。それで次のお家にゴー。お、本棚。いいね、このパンパン出てくる感じ。きた、黒ハンマー、いいですね、当たりですね。スカベンジャーをね、もう3つあげちゃったんですよね。だからいいものが出てくれると期待してるんですけれども、こんな感じでバンバン出てくる、助かるね。はい、オッケー。これ本棚壊すとなんかいいことあんのかな。一個やってみる。多分木、あ、木が手に入るだけ。残念、残念ですね。この人は、おほほ、当たりかな。だいぶ良くなったね。おお、紫色のサングラスだって。どっちがいいんだろう、シェード。悩ましいね。外でなんかよからぬ人が暴れてますね。レンチは拾っておきたい、レンチは拾っておきたい。さあ、本棚あるかな。本棚はなさそう。ベッド解体するとなんか出てくるんだっけ、確か。ゴミなし。あ、本棚あった。よし、なずれ、まあしょうがないね。さあ、お次のレーン、場所を調べていきましょう。ここ、よし、なんか寒がってるね、珍しく。さあ、いらっしゃい、いらっしゃい。よいしょ、ちょ、届くんかいって。だから届くんかいって。よし、出血はしてないね。はいはいはい。地下室があるぞ。く、暗い。なんだこの部屋は。トイレが大きい部屋にトイレが1個。あ、これは、これハンティングナイフ。あ、ハンティングナイフね。なんかゾンビの声が聞こえるのは上から。お、ガンセーフがあるじゃない。これは死体だよね。靴はいいや。ちょっと開けてきます。よいしょ。さあ、開きました。何が入ってる。うわーっとっとっと、緑色と青は回収して、あとはほっとこうか。さあ、何もな、バックパックがある。408、いいね。このお家来てるよ、結構。またガンセーフがありますぞ。ちょっと待って、いらないものをしばかないと。ちょっと、さあ、何が入って、うわー、紫色、ショットガン紫色入りました。これ緑も拾っとこうか。一応ピストルパーツも緑だしね。お、ガンセーフ、よし、また開けてきます。さあ、開いた。これはちょっと、ピストルバレルの青は拾っとくけど、これはいいかな。ハッキングナイフがあるもんね。まあ、青のパーツ、おーっと、これはなんだ、アーガー、オーガーかな、オーガー、なんかドリル的なの。ちょっとあとでウィキで調べないと。お、またなんかチャレンジかな、これ。サイレンスオブラ羊たちの沈黙。アストレンジノートアイファンドホワイルルーティング It's from the crazy joke クランだって。ちょっとあとで読みますね。お、なんだこの子、この子スクリーマーって女の子、貞子みたいだね。
まさか死んでない、まさか。ちょっと何これ、なんでこれ変えられないの。よいしょ、倒したみたい。ケチなゾンビだの。鹿さん、あ、鹿さん、鹿さん引けず。おりゃおりゃ、おー引いた。やっぱ引けるんだね。ちょっと F これ解除しとこうか。ハンティングナイフ持ってたから、これいいナイフに変えた方がいいのかな。もっと剥ぎ取れるようなんだったらそっちにしておきたいけど。 OKOKOK。 ちょっと肉持ち歩くて怖いので肉だけ入れておこうかな、ここに。はい、これは食べられない、まだね。はいはいはい、 OK。 ここはワンちゃんが出ると聞いているぞ俺は。よし、さっさと拾って帰ろう。よいしょ、あ、これ壊さなくていいんだ。おーっと、SMG のスキマティック。よし、じゃあとりあえず拾って、ちょっとここ怖いんで一回逃げます。お、本棚来ましたよ。これと、いらねえ、見たやつじゃねえかよ。リードレーザーね、はい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 。とりあえずレベルが上がるみたいなんで見ておきましょう。お、これはマグナム44マグナムのシリンダー紫。フリップも確かあんまり良くなかったからね。おお、殺したゾンビがフットボールヘルメット600。これはやばいだろう。ちょっとこんなんいらないもん。はい、見といてよかった。もう見なくていいかなと思ったんだけど。お、ホントラッケ。おお、なんだこれ、これなんだ、44マグナムだっけ。さあ、こっちのアイ、ああ、アイアンチェストはまだ来てないよね。いいね、当たり当たり。これで全部作れるんじゃないの、もう。どうだろう。さあ、ショットガンメサイヤー、見ていきましょう。全部開けておきました。これは何これ ?AK-47 のレシーバー。ロングバレル、青は重要だね、ちょっとね。これは待って、不穏な人たちがいっぱい集まってきた。やめなさいよ、ちょっと。何してくれてんの。ごめんなさい、頭で。ほら、ほら。何匹出てくるんだっつうの。やめろ。死体で入れねえだろ、お前。ちょっとウォーカー。はいはいはい。あ、まだ生きてたの。ちょっと気が早かったみたいな。よいしょ。よいしょ。はいはいはい。さあ、またチャレンジだ。Don't feed the bears チャレンジ。マジで？クマ殺せってやつじゃないの？俺多分。そんな感じだね。オレンジはもういらないね。もう、うん。アンタッチなし。おお、紫色。さっきも出なかったっけ、ショットガンパーツ。紫色出たような気もするんだけどな。トミーや。はい。おー、青のショットガンストック、これも拾っとこうかな。レシーバーもこれもいらないですね。スクラップ、ハンティングライフルは拾っといた方がいいかな。もう覚えてないんですよ。これよし拾っときます。はい、これはなし。それないのもう。おー、紫色きた。ハンティングライフル、ハンティングライフルってことはこれがいらないってこと？そうだね。おお、紫色のピストル出た。これはこれは来てますぞ。じゃあダンピングチェストに向かって、帰りたいと思います。かなりの収穫があったんではないでしょうか。ちょっとここもついでに見ていく。バックパック、うおちょっと待って、あ、でも、いらないやつもあるな。ちょっと、ここで戦いたくない、あんまり。あー、もう、やばい。危ない。お前、邪魔。立ち上がるでね。よいしょ。OKOKOK。もう、こいつら無視。これはいらないよね。ハンティングライフル、ストック、これもいらないか。うん、そうだね。パープルタンクトップもいいし、
これは何だろう。あ、これ知ってるやつか。44マグナムグリップ。はい。OK。で、あと巣を拾って。いやー、でかいでかい。かなりでかいよ、これは。はい、失礼しまーす。これやるとね、バイクにダメージが入るんだよね。1% ぐらい。だからやりたくないんだけど。OK。ということで、今日は、これくらいで勘弁したろっていう感じですね。よし、じゃあ急いで帰ります。30分で戻れればいいですけど、戻れなかったら朝まで走り続けないとやばいかもしれない、これは。やばいやばい、早く、もうちょっとだ、もうちょっと、あと10分あるからなんとかなるだろう。あ、やばいかもこれ、バイクが壊れる。あぶねあぶねあぶね、着いたー。ふぅ。さあ、戻りましょうね。はい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 。わかりづらいからここに止めとこう。はい。じゃあちょっと、荷物の整理して、ピストルを強くできるかもしれないのでやってみましょう。さあ、組んでいきましょうかね。ショットガンはね、ちょっとつけたら強くなりました。44マグナムが組めるようになったっていうことなんで、フレームでしょ、まず。はい。あとはなんだろう、パーツがちょっと弱いね。あとは何かな。あ、グリップか。はい、オッケー。マグナムも出来上がり。390いいですね、なかなか。ショットガンストックか。あとは特に AK-47 がちょっとだけ組めるけど、まだ足りない部分がいっぱいありますね。パーツ、ん？なんだこれ、ストックか。はいはいはい、それぐらいかな。はい、よし。じゃあ銃がかなり、なんか急に充実してきましたね。紫色のピストルはあるわ、マグナムはあるわ。さあ、ピストルの弾も作れるようになっておきましょうか。5ポイントで、ちょうど5ポイントだもんね。10ミリラウンド、10ミリラウンドって何使うの。マグナム弾ではないよね。44マグナム、これ SMG の弾かな。ちゅうことは今使うとしたら 7.62 弾とかの方がいいのかな。ちょっとわかんないな。あと5ポイントあるんで 7.62 弾作れるようなとこかな。はい。それでどうやって作るんだ。猛烈な勢いでセメントを作っております。ちょっとうるさいので閉じておこう。ハンドガン使った方がいいのか、 7.6mm 弾の方がいいのか。あまりいっぱい銃を持ち歩きたくないんだよね。じゃあ一番質のいいやつ持っとく。エンティティダメージ 16.33、 ハンティングライフルすごいね。37だって。でもノイズレンジが 50m。 ハンドガンは気づかれづらいってことか。あー、なるほど。じゃあこっちの方がいいね、多分ね。ハンティングライフルの弾作ろう。威力が高い。まあ連射ができないからそういうことなのかな。ブレッドケーシングを、そうね、25発分。本当はブラスがここで必要になってくるんだね。